おはようございます。おはよう。チャッス。今日は何の企画でしょう。佐々木雄介ファスティング5日目。おもんないわ。おもんないがバイクの時かき消されてるもん。おもんないじゃない、はい。違うよって教えてくれた。今日は福中との全日本大会の日ですね。試合ですね。はい。はい、ウィズアニメ大輝。よし。今日、大輝の調子は。めっちゃいいです。めっちゃいいです。決勝でやるんでしょ。頑張ります。うん。だそうです。お、いいんじゃないですか。うん。で、本当調子自体めっちゃいいよね。はい。福君はね。いいっすよ。せいぜい今日カメラマンで来てくれたんですか。そうだよ。そうだよ、ちゃうでしょ。今日この仕事を一生懸命やろうと思って。そうだよ、ちゃうやん。副業でマッサージですよ。副業でトレーナー。今日の注目は。いや、もちろん、それは福中だよ。まあ、噂の黒帯女子も出るんでね。あ、レナちゃんね。はい。あいつアホやから。天ぷら食ってない。前日に串カツ食ってましたよ。しかも、ツイッターでさ、大阪といえば串カツみたいなことある。ブルコンに怒られとったもんね。お前試合前串カツ食うな。逆に何食べるんですか、言ったら。いや、確実に串カツはダメだと。試合前の食事は何とった方がいいですか。じゃあ消化にいいものがいいですよね。お米焼きって消化いいんですか。お米焼きは焼き物でも食べてたからな、米のこと。まあ悪くはないんだよ。粉もんって絶対消化に悪いでしょ。あと12時間経てば消化吸収はされるから。あ、そうなんですか。そう、基本的にはね。スイさん、チャオ。着きました、エディオアリーナ大阪。着きました、エディオンアリーナ大阪。まだあれですね、立派な会場ですね、フリスカイカ。いや、めっちゃすごいよね。だってこう K-1 とかさ、はい、ボクシングとかやるもんね、はい、ライジンもやってなかった。やってんじゃん。相変わらずコーヒー飲んでる。なんなんですかね、やっぱカフェイン飲むとやっぱ目覚めるじゃないですか、うんうん、目覚めるというか。でもヒロト競技場も毎回飲んでるもん。試合前、練習前、練習前、うん、やる気は出ますね。うん、やっぱカフェインの効果なんかね。あ、そうだ、指導前とか。あー、コーヒー飲むと飲んでない時は全然ちゃいますね。ブルコです。はい、あの、洗脳しております。え、てかさ、むっちゃ痩せてない。めちゃくちゃ痩せてる。やばいで、顔5キロ痩せてる。マジでやばいね。腹へっこんでるもん。今日ほんとボディだってさ、ほんまにエラが目立ってるもん。金を噛み取る。今日何の企画でしょうか。殴られ屋、空手の試合来て殴られ屋やってみた。それもおもろいからもう試合前に。あとあと普通やん。なんでボスが、ボスがボスファイトルじゃない。先に内藤さんとの殴られ屋をやってから試合に。あ、ぼやいいんだよ、舐めてますよ。あそこだよ。舞台の上で怒られます。じゃあセコンドの方お願いします。セコンドすんの。北島さんもセコンドあるし。でもそんな、なんか白衣の中にセコンド僕入ったらなんか怒られるんちゃいます。え、そんなん言うビビってるんですか。洗脳腰とか言われるんちゃいます。だってもうすでにね、批判から入ってるからね。そんなビビってるんですか。いや、ビビってないです。でも撮影はいいんですか。撮影禁止と思って。いや、撮影あの許可取ったんで。あ、許可。あの、僕のチャンネルはあの撮影許可取りまして DVD で販売してるんですよ。はいはい、はい、で、その DVD の広告担当、はい、あ、まあ、そしたらね、買ってください、よろしく。サングラスという感じでやっていこうかなと思います。はい、お願いします。ヤクレン会館師範によりますオープニング演舞をご覧いただきます。選手先生、ヤクレン会館福地優斗選手。エクリン会館東京住み出し支部選手代表福中、福中と申す。選手名前で噛みました。噛みました。どう叩いてて。叩いてて、うん、人を叩きたいですね。ああ、なるほど、はい、サングラスをしてたよ、古本さん。はい、持っててどうすか、今日は。いいよ、後ろ蹴り絶対当たらん。絶対当てたろ。調子いいんじゃん。おー、何キロぐらいだ今。70、昨日測ったら4っすね。4。でも腹効くと思うねんな、相当俺。そうでしょ。相手俺腹効かへんだから相当強いでな、相手。あー、なるほどね。俺やってても強いなと思うから。あ、普段の稽古でってこと。そう。アップは大体いつもどこでするの。アップ、うん、10分とか20分ぐらい。あー、だらだら節々を温めるからね。あー、なるほどね。あとはあと最後息をマックスまで上げて、うん、一度、うん、試合中バテない、うん、鳴らすって感じね。マックスまでいったら、その、それを超えることないから、う
いいと思う。今日は全部で4試合。そうですね、楽しみだね。あと2試合です。あと2試合、まあ、初戦なんでね、うん、初戦が一番入りとして肝心なんで、うん、めちゃくちゃ動いていいんだね今日は。いろいろと楽しみだね、はい。終わりました。どうでした？バリ強い。いや強かったね。えぐい。あの左のボディのこれ、うん、いつも言ってるじゃないですか、うん、腹効くと思うよって。今日そこで言ってたよ。そこで言ってて、うん、やっぱ効くもん。いや相手のさ顔がさ福地風言うとほーなってたもんね。分かる分かる。いやきついわ。いやバチクソ効いてたね。やってる本人が一番分かると思うよ。うん、なるほど。バッスー入ったし。ゆうゆうさんも帰ってくるとき、あんな早く打てんのって言ってました。まあ今安定してて、多分ちょっと倒そうかなとかっていう気持ちと、うん、やっぱりトーナメントなんで、怪我したらダメっていう気持ちとかあったんで、うん、あんまり攻めではいってなかったですけど、うんうんうん、まあまあ、次ぐらいかな。次は、亀井元気選手。亀井コニチャンネルと福地優斗チャンネル、どっちが強いの？ YouTuber 対決でもあった。そうそうそう、楽しみやね。なるほど。はい、出身じゃない、はい、はい、はい、終わったっすね。鬼強。強いよね。亀井選手は、はい、まあ、超有名な選手じゃないですか、はい、こんな差あるかなっていうぐらい強かったですよ。だって効かせてたもんね普通に。そうボディ効いたんですよ、うん、初っ端から、うん、ボディ効いた上に、うん、これですよ。あもう一回ちょっと待って待って待って。すごいんですよ。あのバレルやばい。こっからこうするじゃないですか、うん、次、うん、こんなんしよう。やってた。やってたでしょ。左が効いてたから右のバレリーを取りにして左蹴ってたね。そうっす、うん、でこれでこう自意識したとこバチャンやるでしょ、うん、エグい。だんだん止めれなくなってんじゃない。普段練習してて、うん、なんか腹が効くときあんなと思ったら僕あんまりもらったりしないし効かへんすよ。もともとがね思ったらやっぱりみんな効くんやね、うん、安心した。いやよかった安心した。俺弱なってるからって感じで次はもう準決勝。ちなみに楓と大輝もやるから。あ、楓 VS 大輝。そう、はい、楽しみですね。面白そうですね。はい政権、はい、37福士優斗の逆転会館バズはい
波乱でした。いやビビったね。最終延長マスター2本2本、うん、どっちに主審あげるみたいな、うん、あれ結構やばかったですよ、うん、ぶっちゃけどうだったの見てて。草上選手が思った以上にうまかったです。めっちゃだから決定打を許さなかったんですよ、うん、フルコン的にはどうだったの、うん、引き目なしで。本線がこのぐらい離れてて、うん、延長でこのぐらい離れたんですよ、うん、60度の勝ちだったんですよ、うん、で再延長でこのぐらいになったんですよ。ああ、盛り返したんだ。盛り返した。ただ負けてる要素はちょっとわからんかったですけど。ああ、なるほど。まあでもまあいろんな人の見方ですからね、なんとも言えないんですけど、うん、まあでもちょっと今回もう次変えてなんて、うん、なんといっても絶対勝てまいる。そうですね。頑張りましょう。よし。でも崩してないですね。確かに舐めてるわ、人のことを。舐めてる。舐めたらあかん、舐めた。よっしゃー、一発目するんだね。どうでした？いやまあ、なんて言うんでしょうね、必要最低限めちゃめちゃ強気で言うてるけど、うん、課題が残る試合でした。いやまあ必要最低限のことはやったと、はい、あ優勝というね、はい、ただその内容に関しては、うん、あかんねえ。だってリング降りる時も首ひねってたもんね。もうね、あでもさ、うちの試合で一本でも向こうに旗上がるっていう状況は、まあ、言うとあれけど、タルハンの時は相手に全部上がる可能性ある。そうですね。そこをやっぱり頂点行くんやったら突き詰めだからね、はい、うん、まあ、誰かが見てますね、うん、ショック受けてますわ、うん、納得してないよね。久々にショック受けてます、この試合。何があかんかった？これはもう、なんていうか練習みたいなところですか？あー、もう通過点やった。いや、通過点にもなってない。あー、なるほど。あの練習舐めてた。舐めてるのは 100% ありましたね。では僕のはやっぱ本命新曲の無差別だったね。来月ね。なんで結構追い込みも間際までやってたんですよ。うんうん、ギリギリ、そういうところが上がらなかったかなと思いますね。まあ、新曲の方やったらもう重量級と戦うっていうことで前提に動いてるよ、はい、うん、その辺もやっぱり中継選手でよう動くし、よう動くね。で、対策してるからなかなか入ってきてんやん。僕の良さが今回出なかったですね。あの、引き込んでいつも、うん、だから1回戦終わった後から、ちょっと今日足の疲労感すごいな、うん、多分追いかけすぎてるんですよ、はい、あーなるほどね、うん、無差別とかだと相手入ってきてくれるし、うんうんうん、JFKとかも要は勝ちたいって言ったらおかしいけど、入ってきてくれるから、うん、倒しに来るっていうかね、任そうとして、うん、今回やったらあのしのごう、しのいでしのいで最後かという、うんうんうん、まあ楓のとこも、ね、まあ、最後底力ですね。あんな膝に、はい、天下みたいな。あんな膝切りだれんだね。納得してないです。うん、だいぶね。これどうやって動画締めようか。まあまあでも課題見えたんじゃん。やっぱりみんな研究してきてるやんか。これめっちゃ感じた。
ああそうそうそう、でその研究に対して成長が追いついてないんですよ。いやもっと成長してると思ってたんですけど、うん、成長してる時の技が出てなかったの。要は左、右のパンチ、右の胸パンとか、今日胸パン1個も打ってないと思うんですよ。だからバレリーが単発であんまうまいことなんかね、崩れてないから、うんうん、流れの中に入れられないと思う。だいつもその練習とかで動きが悪い時の動きになってる、うん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 、破壊力はな、格段に上がってるはず。でもそこに頼りすぎてる。そう、そこに頼ってそれ狙いすぎたっていうことなんで、 100% そうな。まあ、それでも優勝するってすごいわ、うん、そうね、本当に強豪の中で、うん、まあ、レベルは高かったですからね、うん、なんと見てへんな。もう1回4試合やりたいね、最初から。いや、ダメじゃないからダメじゃあるやろ、心のダメージ、心のダメージ見えないところだね一般男子16優勝、内湯との栄光を称える令和3年11月に入会し、おめでとうございます。閉会式も終わりました。本日の試合の模様はですね、DVD 販売しますので、え、あの YouTube ライブは消えるんですか？はい、アーカイブは消えます。あ、消えちゃうんや。で、まあ、DVD を販売しますという、はい、宣伝広告対象になります。はい、いや、よかったですね、優勝できてよかったですね。見たよこの箱、めっちゃでかいな。バーカで、でもちょっと隣並んでくれたんで分かる。俺入るんちゃうここね入れへんよ、ちょっと入らへんよ。サングラスだけ出てるよDVD もぜひ買ってね、買ってください。概要欄に貼っときます。はい、おっす、します。ありがとうございました。